あ、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、冬場室内で暖房を使わない立ち回りについてパンツに絞ってご紹介しようかなと思います。まあご紹介というか、まあ考えていこうかなと思います。今弱者男性っていう言葉ですかが、まあ流行ってるって言ったらおかしいですけど、流行ってますよね。まあ私も多分それに、多分っていうか、まあど真ん中で当たると思うんですが、そんな私はですね、冬場ファンヒーター使ってないですね。灯油もガスも。エアコンは、あれ去年使ったかな、もしかすると使ってるかもしれませんけど、基本的に使いません。で、まあ、関東、まあ、埼玉なんですけど、まあ、普通のね、服装じゃ、当然死んでしまうって言ったら大げさですけど、まあ、クソ寒いわけですよ。で、その中で、まあ、いろいろ工夫はあるんですけど、今日はパンツ、ズボンに絞って考えていこうかなと思います。で、まあ、コスパがいいんで、まあ、ワークマンの商品で考えていこうかなと思います。で、オーバーパンツですね。オーバーパンツをどれを買ったらいいのかっていう、まあ、オーバーパンツの前に、まあ、標準でどういう状態かっていうのを説明すると、ユニクロのこのヒートテックの普通のやつじゃなくて、エクストラウォームってやつですね。超極暖かな、のタイツを履くと。その上に、ヒートテックのウォームイージーなんですけど、今エクストラないのかな、私の場合エクストラも持ってるんですけどね、エクストラはもう廃盤かな。エクストラっていうのもあるんですけどね、まあこういうような特にね、あったかいやつを履いてます。それでも寒いですね、私寒さに弱いっていうのもあるんですけど、まあ、それでももう寒いと。でこの上にですね、オーバーパンツを履くわけなんですが、私ですね、バイク用のオーバーパンツ持ってるんですよ。ただそれはですね、まあ、ちょっとあまりにも表面が硬すぎてゴワゴワしちゃうんで、使いづらいで、まあ、使ってないんですよね。で、ワークマンのやつでですね、断熱性が弱いのから、徐々に、強いやつ紹介していこうかなと思います。まず一番弱いやつはですね、これですね。あ、当然オーバーパンツ専用じゃないです。オーバーパンツとして使うものじゃないものですね。をオーバーパンツとして使うにはどれがいいのかっていうのをちょっと見ていきますと、一番弱いやつ、このライトパンツってやつですね。1900円。中綿が入ってて、表面サラッとしてるやつですね。ウルトラライトダウンの化学繊維のやつっていう感じでいいと思いますね。これくらいだとですね、寒さが貫通してきますね。関東の寒さだと、まあ、これくらいのオーバーパンツじゃ貫通してきます。で、その次はどれかっていうと、これね、今年のカタログにはないんですよ。と、去年のカタログなんですけど、これ。ただ商品自体はですね、今年も並んでますね。ただ、在庫限りかもしれません。去年ね、ワークマンのオーバーパンツ、オーバーパンツっていう紹介の仕方じゃなかったんですけど、これすごいあったかくっていいですよっていうので紹介したやつなんですけど、リバーシブルになってて、さっきのやつよりもちょっと厚みがある感じですね。柔らかくてサラッとしてるんですけど、これも結局ね、完全には冷気をシャットアウトできないですね。やっぱり貫通してくるんですよ。で、次。これですね。カタログにはなかったかな。撥水タイプのやつで、あ、重ね履きできるって書いてありますね。じゃあ、ある意味専用品とも言えるわけですね。こんな感じになってて、結局これを買ったんですけどね。値段も安いし、1900円ね。まあ、生地もしっかり。しっかりしてて、いいのがですね、ポケットがね、こうスルーポケットってなってて、これね、普通のポケットもあるんですけど、普通のポケットがこれ向かって左にありますよね。これが普通のポケット。でさらに後ろにチャックがあって、そっからですね、中のインナーっていうんですかね、インナーのパンツのポケットにもアクセスできるっていうことでね、これ非常にいいです。これね、レインウェアでこの機能があるとすごい助かるんですけどね。いい機能ですね。まあ、ただ、室内履きなんでね、あんまり必要ないかなっていう。まあ、後でお見せしますけど、当然、やっぱしね、表面はね、硬いんですよ。硬いんで、まあ、室内向けじゃないんですけど、やっぱりこれくらいないとね、冷気をシャットアウトできないのかなって。で、当然中綿も入ってるんですけど。で、まだね、今年のその、真冬で使ってないんで、どこまでその冷気をカットできるかっていうのはちょっと、はっきりとしてないですけど、やっぱりね、サラッとしてるとか柔らかいやつはカットできないですね。関東の寒さレベルでも。で、これより強くなると、防水ですね。やっぱり防水の外の生地はですね、まあ、水を通さないだけあって、まあ、硬いわけですよね。それが結局その冷気を通さなくなるわけですよ。で、そこで冷気を一番外のレイヤーで冷気をカットして、で、中綿で断熱するっていう感じになるんですが、まずね、
これに比べて当然表面はちょっと硬い、ごわつく、で中綿もですね多いです。なのでもう絶対カットするぞ、絶対寒さを通さないぞっていう人はこっちの方がいいかもしれません。ただですね、このね防水になってるとですね非常に蒸れますね。糖質3000ってなってますけど、どうかな。レインウェア、イージスオーシャンをですねオーバーパンツとして使ってたんですよね。非常に良かったんですけど、まあ、当然ね、ごわつくのはあったんですが、一番困ったのがですね臭くなるんですよ、この汗を外に通さないんで。でも終日履いてるんで、もう履いたままね私の場合寝たり布団の中入ったりするんで、そうするとですねもうすぐ臭くなりますね。汗臭くなるっていうか、すごい不快な匂いになります。なので、やめました、この防水はですね。だからやっぱしこの撥水くらいがちょうどいいのかなっていう気がします。まあただこれもね、そのまだ長期で使ってないんでどうなるかっていうのは分かんないですけど、まあ値段も安いですしね、半額なんですよ。なんで、防水はやめてこっちの撥水のやつを買ってきました。他にもですね、これこのワークマンお得意のやつありますよね。これもね見てきたんですけど、これはねやっぱねオーバーパンツじゃないんですよね。この膝の裏がメッシュになってるっていうのもそうだし、非常にボコボコしてる。あとはこのねウエストのところがですねゴム伸びる素材なんですよね。だからあんまり耐久性もちょっと不安だし、ゴワゴワしすぎてる。ベルトっていうのもちょっと嫌だなっていうねことで、これは却下になりましたね。オーバーパンツじゃないということでね、これはやめました。というわけでね、これの現物ちょっとね、最後にちらっと見てもらおうかなと思います。はい、じゃあねこちらが、買ったやつなんですが、その前にこれがエクストラウォームですね、ユニクロのです。はい、これエクストラウォームで、その上からオーバーパンツを履くわけなんですけど、その前ですね、これがバイク用のオーバーパンツですね。防水じゃないと思う。モトフィールドって書いてあります。まあバイク用のオーバーパンツでもいいけど、まあバイク用。今日はね、今日はというか、まあ、今回ちょっと、まあ、実店舗で買えますから、ワークマンでちょっと考えていきましょう。ね。で、これが防水ですね。イージスオーシャンのものですね。表面がさらっとゴワゴワしてて、まあ、中綿が入ってるっていうものですね。はい。防寒は当然いいんですけど、まあ、臭くなるよと。生地のね違いがね、こっちはこうサラサラしすぎてる、非常にこうサラサラしてる、悪い意味で。でこっちはちょっとね、今回買ってきた方ですね、今回買ってきた方は肌触りが多少いい、撥水で防寒仕様なんで、めちゃくちゃいいわけじゃないんですけど、それ当然ねそれなりに硬いんだけど、ちょっとねサラッとしてるんですよ。生地の違い見てわかりますかね。こっちの方がまあ手触りがいい、まあ、こっちはちょっとサラサラしすぎてる、こう歩いた時にほんとちょっとの違いなんだけど、こっちの方がね、まあいいと。で、ボタンがこう2つあって、L サイズ買いました。はい。で、ポケットがあって、普通のポケットがあって、で、ここに、中のパンツにアクセスできるようにスルーの、ポケットがあるよと。
いう感じです。で足元のところは、まあ、こうなってるという感じですね。ちょっと履いてみましょうか。内側を見せてなかった。内側はこういうサラッとした素材なんで、やっぱしね、あのオーバーパンツ仕様になってますよ。こういう生地じゃなくって、まあ、スルスルしてオーバーパンツとして使いやすいっていう。どうやって見せたらいいのか分かんないですけど、まあ、ただねストレッチ性はねあんまりないですね。足そのものに関しては、ただこれ表からは分かんないですけど、後ろがゴムになってるんですよ。だからある程度余裕があるんですよ。だからもうこれねオーバーパンツ用に作られてるんですよ、まあ、こっちのねバイク用もこうなってますけど、こうなってて内側がシャカシャカする。いやこれね、これ完璧だわ。これオーバーパンツとして使ってくださいっていうような商品ですよ。これ素晴らしい。これおすすめです。あの弱者男性の皆さん、あの暖房使いたくない、エアコン使いたくない、ファンヒーター使いたくない、そういう人のためにね、多分開発された商品だと思うんで、ぜひこれをね、履いて寒さに耐え忍んでください。以上です。さよなら。